まずですね、患者さんの C なんですけれども、ちょっとごめんなさい、カメラを変えましょうか。ですね、C にはなるんですけれども、ちょっと両膝をですね、重ねてもらって、屈曲ですね。あまり体がねじれてしまったりするとですね、うまくできないので、そうですね。しかと体がまっすぐに、なるように寝てもらうと。でビフォーアフターなんですけど、僕普段やってるとしたらですね、もうこの状態で寝てる状態で肩が上がるかとかですね、まあ、うちのスタッフですけど、この状態硬いですね想像以上に硬いですね。硬いです、まあ、肩甲骨が動きが悪くなると肩ってやっぱり外転とか制限がかかっちゃうんですよね。なので肩甲骨をしっかりとですね、正しい位置に戻して動きやすくしていくという形です。でやり方としてはですね、肩甲骨の、脊柱があって肩甲骨がありますよね。なので肩甲骨の内側にも指をぶっ刺していくような感じですね。肩甲骨を剥がしていくっていうような調整をさせていただきます。やり方としてはですね、今左側ですね、左側をやろうとするので、僕の左手でですね、肩前方を押さえます。で、そこからですね、後方に持ってきます。後方に持っていくとですね、肩甲骨がポコーッとこう浮き上がってきますので、そこで指を入れちゃう感じですね。で入れた状態で肩甲骨を揺らしていく感じですね。でポイントなんですけれども、しっかりとその肩甲骨の中に、指が入るといいですよね。で肩甲骨をですね、こう上下ですね、頭の方、足の方という形で揺らしていくと。で緩んできたらですね、だんだん上の方に上がってきます。最初は僧帽筋のですね、チューブ下部のところから行って、でまたチューブに行って、最終的にはこのね、上角、肩甲骨の上角までですね、揺らしてあげるといいと思います。で揺らして緩んでくるとですね、だんだんと指が入りやすい、そんな感じになってきます。あと後ろの方にこう下がってきますよね。でそうなってくると OK ですね。で結構硬いとですね、痛いんですよね。大丈夫ですか？上の方が、そう、肩こりとかね、背中のこりがある人って結構上角あたりがですね、硬い人がいますので、そこを入念にですね、こう揺らして緩めてあげるといいと思います。大丈夫ですか？なんか痛いそうです。でも実際術者としては全然力入れてないですよね。ただ押さえて支点を作って揺らしてるだけなんで、笑っちゃいますね。多分気持ちいいんでしょうね。そんな痛く、誤解があるとあれなんで、決して痛がらせるわけではないです。痛気持ちいいぐらいでいいと思いますので、そこの力加減ですね。そう、患者さんに力が入ってしまうとね、逆効果にはなりますので、脱力した状態で患者さんが緩んでくれるのがいいと思いますのでね、力加減は気をつけてあげてください。これでだいぶ緩んでる状態です。それでもう一回検査していきましょう。グーンという形で上がりますよね。なのでこれでね、肩甲骨がですね、前進してたものが後ろの方に戻ってくる。で可動域がちゃんと動くような形になっているので、肩も動きやすい状態になるという形ですね。やり方言っていくと、この脊柱と肩甲骨の間ですね、ここに指を置いて支点を作って、その支点を中心に揺らしていくという形です。決して難しいものではありませんので、ぜひ試していただければと思います。正座してみたと。正座するといかに大丈夫ですか？痛くないとこまで。この状態でもこっちはつくけど、あ、そうです、ね、どこが痛いか、上ですね、はい、これ使うところも指一本ですか？はい、分かりました。ちょっともう一回、はい、そこですか？はい、じゃあごめんなさい、2回目、はい、少し、エクステンションって少し上に、はい、足を上げてもらって違うのが痛くない。
どんな感じですか、あの流れてる感じと比べて強すぎて、はい、わかりました。もう少し指立てた方がいいんじゃないですか。あ、そうですか。クライアントさんもここっていう感じで言ったんですけど、あの繋がってるじゃないですか、その場合追わなくて、まあ、ここ一部をすると全体が緩みます。内側抗筋とか、まあ、内転とか今はそれで、はい、もう一回正座してもらったらどうなるんですか。あ、そうですね、ちょっと、さっき指はちょっと曲がるようにはなってお尻をつけないんですか。あ、まあそうですね、ちょっとね、DVD に膝のって撮影しましたっけ。膝のは慢性痛の方にありましたね、はい、まずね、いくつかあるんですけど、はい、説明します。まずね、指を当てる面積が広いので指先を当てるですよ。どうしてもこういう指圧みたいにいくんですけど、これだと干渉って筋繊維を止めるって話だね。はい、あのね、筋肉って筋肉があって筋束って筋肉の束があって、その中に筋繊維があって筋原繊維があって筋接繊維で、筋繊維が 0.1 ミリで筋原繊維っていうのが 0.001 ミリなんですよ。だから 0.1 ミリの筋繊維の中に9000本ぐらい繊維が入ってるんですよ。その9000本入ってるその細い繊維を止めたいんです指で。だからこの広い面積で押すとその細い線が止まらないんですよ。この筒の中で全部動いちゃうんですよ、全部一緒に。止めるために1センチ以下の面積で当てるんですよ。だからこういうふうに当ていっちゃうとダメなんですよ。そうそう、だから当てるんだったらこうでもこうでもこうでもいいです。あ、いいですね、人差し指とかでもいいってことですか。そうそうそう、狭い範囲だ、これどこでもいいんですよ、うん、で、これで伸縮するのに今ね、1秒ぐらいで伸縮で動いちゃったんですよ。まだ遅い方はまだしかない。あ、じゃあもうちょっとゆっくり動く、うん、で、例えば今この辺痛いっつって、こっち側、ここが痛い、うん、で、例えば、まあ、今この辺柔らかくしようと思ってやってたわけじゃないですか、うん、で、柔らかくしようと思ってやるときに指を当てて、これじゃあ足動かしてもらえるんだけど、足も、うん、で、戻して、うん、そうそう、違うの分かる。ああ、そうなんだ、うん、で、これ実際ここの周辺筋肉確かに柔らかくすれば、ね、膝曲げても筋肉柔らかくなるから痛みも消えるんですけど、DVD で昔収録したやつのちょっと定かにどこまで撮ったか正直覚えてないんですけど、これ膝の痛み消すには腸骨量って腸骨とかの筋肉筋を取ると膝が簡単に曲がる。膝の痛みはこの辺に原因がないんですよ。原因こんなところにあって、で、ここなんですよ。痛い。この筋肉固まると膝痛い。あ、そう。そう。腸骨ってこうあるじゃないですか。ここから急に前の方こうやって、はい、カクッとしてますね。ごめんなさい。で、この緊張、ここの緊張を取るとこれ痛いよね。痛いです。この緊張が膝痛くしてるんですよ。腸骨筋。腸骨筋とか、腹斜筋の付着部とかでこの辺の筋肉が、これちょっと親指、じゃ指曲げて、ね、指曲げてからこうやってやると痛い。当たらない。指を曲げてこうやってやると痛いです。すごい。曲げるの第一関節とか曲げたまま。痛い。この緊張がなくなれば。そうですね、これの緊張してるおかげで膝曲がらない。
でここをやるときにこの繊維を止めたいんで、どういう方向でも繊維止まればいいんですけど、例えばね今こうやって繊維 この辺へ力抜けるように今押してるんです私、今ね、今はですよ、ここに向かってます、ね、でこれでちょっと左右にちょっと体倒してみて、これでも伸縮して止めてられればいいんですよ。イレギュラーみたいなやり方ですけど、受けますので、これで今3往復で止まってたんですが、はい、でもう一回正座してみて、あ、全然違うな、すごい、だから今3往復で止まってたので15秒で正座できる。痛い方どっちって最初に聞くんですよ。で例えばこっちが痛い、なんか先生、はい、この辺が痛いとか言うと分かりやすいんですよ。で要するにここの辺の内圧が高いっていう風に取っています。これがポイントですね。そうするとあのその時にあのちょうどこの耳の後ろからこの後頭骨のへりね、後頭骨ってこういう風に一枚の板みたいにこうなってる。でこの付け根のところに硬いね、あの昆布のような油の塊のようなものができてますから、大体できてますから、それを潰すっていうイメージ、あの骨と指で押し潰しちゃうよっていう意味ですね。そういうふうにします。で力の方向というのは何かというと、こういうふうに詰まってるんですよ。でで後頭骨がこっち側に詰まってて血管が流れていかないというふうに取るの。だからこれをこう向いてやる、こういうふうにこう向いてやるっていうような手技をするんです。でその時にこの頭蓋骨のね、この裏側に指を圧をかけるような感じにして自分でそうだけで、これをねみんなただベタッと置いてうーっとこう押してる人多いんですけど、これ効かないね。この指の後頭骨の裏に指を引っ掛けるようにします。そして斜め上を、上をずーっときますね。きます。これがあの入った状態っていう。ああ、きますね。そうです。指置いてるだけなんだけど、あのそうです、あの頭蓋骨の裏に指を入れるようなイメージで圧をかける。これでようやく決まったということなんでね。親指を起こさないで自分でこう伸び上がる。そう、これが感動で正体です。要するに緩ませる、自分で緩ませてこの指を入っていくようにね。あの足もそうじゃない、腰もそうじゃない、自分がこう緩ませた中に指がズル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 と入って、ああ効くっていうポイントが出て入っていくんですよ、指が。おだんだん入ってきますもんね。だんだん入ってきますね、緩むから。はい、でそれが取れたら頭すっきりします。あ、こっち左目だけなんかすっきりします。あとなんかポイントありますか。はい、あとはね、ここはね、ポイントをね、やっぱりここを流していってもらいたいので、はい、あの肩こりから頭痛っていうことがあるじゃないですか、はいはい、そうするとここのくぼのとこですよね、うん、これここのくぼみあたりに塊があるので、それを指で押す、うん、これはこっちの手で、どっちでも大丈夫。こうできないですよ、うん、これでもいいですね、うん、ここちょうどこの三角のくぼのところ、うん、こう押す、ここですね、これちょうどね、こう骨と骨がこうつまずいてこの真ん中あたり、はい、ここに塊がありますから、一回これを取ってもらうと流れやすくなります、はい、あ、これ棒なんかでもいいですか。大丈夫です。棒でこう入れて、そうです、自分でこう、でその時そうです、首かなんかこう、そうな、そうすると指がね、指がぐるぐるっと入ってきます。今先生がやったようにこう、はいはい、動かし、そう動かしていくと、だんだん筋肉の隙間から指が入っていきますよ。ああ、いいですね。そうです、です。あ、肩こりも良くなります、ね、そうそう、だから感動って言うんですね。あ、緩ませながらっていうことです。緩ませて良くなって、とっても感動しますね。はい。だから硬いところを無理くりぐりぐり押していくと余計硬くなるでしょ、はいはい、でそうじゃないんですよね、こう必ずあの筋肉には隙間ができますから、でその隙間を利用してスルスルスルっていく、指が入っていきますから、でそういったものです。じゃあこれまとめると、はい、その痛い方の首が、うんうん、
多分こう詰まってるんで、はい、詰まってる方の後ろにこうコブみたいな、そうです、コブがあります。あ、でそこに親指を裏側にこう引っ掛けるような感じ、はい、そうですそうです。でそこで斜め上を見るような感じで、はい、聞くよで、あそうです、斜め上を見ていこうですね。そうですそうです。であとここの肩ともつながりがあるんで、ちょうどここの切れ目のところ、切れ目のところでそこに指入れて、で自分で動かしてみてください。自分で動かして、そしたらあの痛くなります。変な意味で、あ、はいはいはい、あの効きすぎてずーんと肩ちぎれそうな痛みが、これはそれは効いてることなので、うん、ちょっと頑張ってみてください。あ、これ肩にもですね、効く両方両方です、ね、あのウェルソンとかね、結構ね肩こりから頭痛も多くて、あ、それでやってます。あ、じゃあちょっとオフィス の, あのお昼休み時間にちょっと、はい、椅子に座って、そうそうそう、こうやってていいですね。いやいやいや、パソコン作業とか、ね、やってていいです。こう当てて上を、あ、目も楽になりますんで、やっぱ、ね、ぜひとも、はい、お昼休みお昼休みやってみてください。すぐ取れます、はい、はい。